住宅ローンアナリストモゲサーことモゲチェック塩澤です。本日はですね、なんとモゲチェックを実際に使って家を買われた方にお越しいただいています。スペシャルゲストの山本さんです。どうもよろしくお願いします。はい。実際山本さんはあれですか、いつ頃家を買われたんですか。そうですね。家を買ったのは2021年の11月ぐらいなんですけど、はい、もちろんサービスを使ったのは多分2021年の6月とか7月を使ってますね。はい。ありがとうございます。今日はですね、もうこの山本さんからもう汚な意見をですね、はい、いろいろとこうバシバシとおっしゃっていただきたいなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。はい。ではトピックの一つ目ですね、そのモゲチェックを知ったきっかけというところをですね、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけども。そうですね、モゲチェックを使って購入したマンションは住宅用なんですけど、はい、私実は投資用の不動産も持ってまして、で御社は確か投資用の不動産のサービスやってますね、はいはい、でそのきっかけで、あ、住宅用もやってるんだっていうところで知りました。はい。なるほど。ちなみにあれですか、その、不動産投資をされていて、その住宅を買うとなるとちょっとハードルって高くなるじゃないですか。そのあたりってご存知だったりしますか。そうですね、某銀行が不祥事というかですね、あった時からすごく厳しくなってきたな、審査が厳しくなってきたなっていう印象がありました。なるほどなるほど、分かりました。でちなみに欲しい家が見つかって、はい、その最初にこうモゲチェックにアクセスしたと思うんですけども、はい、その時のこの印象とか、あとなんか申し込みの手間とか、このあたりってどうでした。アクセスした時の印象はすごく使いやすいなっていう印象があったのと、あと申し込みした後にすぐに返信が来て、3、4日ぐらいまで審査でかかるので少しお待ちくださいみたいな、そういうなんかすごくレスが早かったのがすごく使いやすかったかなと思います。ありがとうございます。結構モゲチェックですけども、はい、今はほとんど機械が進んでいて、まあ、一部手で人がやってるとこもありますけども、多分1年か2年ぐらい前だと結構人でこう人海戦術でやってた時代だったので、結構やっぱりこう申し込みがですね、集中するとレスが遅くなるっていうことはあったんですけども、その時はもう問題なくお使いいただけた。全然スムーズに使えたかなと。ありがとうございます、はい、めちゃくちゃ嬉しいです、はい、でちなみにいわゆるそのモゲチェックの中でもモゲレコという無料の提案サービスをお使いになったのかなと思うんですけれども、でそれで申し込まれた際にどんな銀行が提案されたのかとか、そのあたりってどうでした。そうですね、私が紹介されたのはソニー銀行さんでしたね、はい、でスムーズにソニー銀行さんに決まったっていう結果があります。はい、他に何かこう提案された銀行とありました。特定の銀行はなかったんですけど、フラット35かソニー銀行さんどちらかですねっていう紹介がありましたね。ちなみにそのソニーにするかフラットにするかっていうところ、そこはどういうふうにお考えになったんですか。やっぱり金利が安いのは断然ソニー銀行さんだったので、そうですよね、ソニー銀行にしましたね、はい、その後ソニー銀行さんのホームページに進まれてウェブで申し込まれた。そうですね、感じですかね。はい、でその申し込んだ後ソニー銀行さんと今度はこうやり取りが発生するじゃないですか、はいはい、そこはどうでした、スムーズでしたか。ソニー銀行さんは全部もうウェブで完結する契約書ももう電子証明で、はい、対応できる感じだったので、郵便ですね、はい、紙で出して送る必要がなかったのですごくスムーズだったかなと思います。なるほど。でちなみにじゃあそのソニー銀行で最終的に融資実行を受けたっていうところで、はい、そうですね、金利条件っていくらでした。多分一番最低の 0.45 ですか。あ、はい、なるほど、はい、でその当時、まあ、今ちょっとこう金利がさらにそこから進んで下がってるところありますけども、はい、その当時であれば 0.45 って言ったら相当安い金利ですよね。そうですね、はい、なのであれですよ、山本さんとしては不動産投資物件を持たれていたけれども、はい、ソニー銀行で通ったっていうところで。そうですね、経緯を話しすると、まあ、投資不動産持ってたのもあるし、まだ転職して本当1年も経ってないぐらいだったんですね。で、そうだったんですね。大手のデベロッパーさんからマンションを購入したんですけど、そのデベロッパーが提携しているまあ金融機関で何個か審査は受けたんですけど、はい、なかなかその条件面で折り合わなかったりとか、 あと実際ちょっとお断りも受けた金融機関が。ちなみにその条件面で折り合わなかったっていうのはその融資額ってことですか。そうですね、融資額でこれまでなら出せるんですけど、これ以上になるとちょっと厳しいですっていう。じゃあそれが結構大きなその手金が必要になる。そう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 ですね、そんな経緯があって、本当金融機関って審査基準って本当に様々っていうのはそうですよね、まあ、なんとなく知ってたので、もしかしたら自分にぴったり合う金融機関が他にあるんじゃないかっていうところで、本社のサービス買ったらぴったりハマった。そんな感じですね。なるほど、はい、本当にお役に立ててよかったです。あ、そうだったんですね。やっぱり結構メガバンクさんでも投資用物件を持たれてる方でも、はい、まあ、ケースによってはですね、融資をしたっていうことはあるんですけども、やっぱりその当時からも本当に厳しかったってことなんですね、うん、なるほど。
あと、まあ、結構山本さんにはですね、本当にこのモゲチェックのいいところをですね、結構、はい、おっしゃっていただいたのかなと思うんですけども、はい、逆にダメなところ、改善してほしいところも、もう率直にですね、ちょっと言っていただければなと思うんですけども。なぜソニー銀行がセレクトされたんだろうっていうのは、若干疑問に、まあ、思いつつ、仮審査受けるのでも、それなりのその書類を送ったりとか、工数がかかるので、なんか、また時間かけるけど、ダメだったらどうしようみたいな、なんかそんなものがあったので、なぜ選ばれたのかみたいなところが、ちょっとでも分かってると、まあ、安心して、手続きも進めたのかなと思っておりますね。はい、確かにおっしゃる通りですよね。模擬チェックですけれども、裏側にこう銀行の、選択のロジックがありまして、はいはい、まあ、お客様 の、 そのいわゆるその属性情報、年収とか就業形態、家族構成、こういったものを入れていただくとですね、そこのロジックでですね、うん、こう自動的にこの銀行っていうのをこう判定するようになってるんですね。うんうん、で、今はそれも AI でこうやっちゃってるっていうところなんですけれども、はいはい、ただおっしゃる通り、そこのこうなぜそうなのって、なぜその銀行なのっていうところの納得感が、ね、あると、まあ。私は結果的にドンピシャでハマったので、はい、全然結果お笑いだったんですけど。はい、と、いうことですね。なるほど、分かりました。ちょっとそこら辺のこうロジックっていうか、なぜかっていうところの理由付けっていうところは、結構人によって大きく変わったりするので、はい、なかなかこう、ロジック組んで自動的に出すっていうのが難しいところも一部あったりするんですけども、はい、ただおっしゃる通り、やっぱり納得感がすごく大事だと思うので、はい、そこはですね、どんな方が申し込んでも分かりやすい説明文っていうところをですね、はい、ちょっと添えていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。なんか他に何かあったりします？そうですね、本当に今から住宅購入考えている方の金融機関も無数にあって、どれ選ぶか選べばいいか分かんないかなというところがあるかなと思ってまして、はいはい、私みたいに転職して間もないとか、はい、そういう固有な事情を抱えている方には多分このサービスはすごくぴったりハマるんじゃないかなと思っております。うん、なるほど、分かりました。はい、なのでご覧になっている方はですね、ちょっと住宅の選びどうしようかなと思っている方はですね、ぜひモゲチェックしていただけるといいかなと思います。本日の動画はいかがでしたか？よろしければ動画のいいねとチャンネル登録と、あと感想ですね、コメントにいただけると嬉しいです。ぜひ、モゲチェックの住宅ローン診断サービス、試してみてください。ご自身の情報を入力すると、モゲチェックが最適な住宅ローンを無料で診断します。各銀行の金利条件と融資承認確率を確認できます。チャット相談もできます。全部無料です。リンクと解説動画は動画概要欄にあります。モゲチェック公式 LINE も貼り付けておきます。こちらの登録もお願いします。ぜひ、モゲチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。モゲモゲー。